龍月は、北海道加藤郡乙府家町に、本社のある、製菓メーカー、企業、全国和菓子協会会員、白樺の滝木を模したバウムクーヘン、味方六をはじめ、十勝さんを中心に、北海道産の素材を活用した年間300種を超える菓子を製造、販売している。同等自動車道乙府家帯広 IC に、近接している、スイートピアガーデンは、 店舗やカフェ、お菓子作りの体験工房があるほか、味方六の製造工程などを見学することができる。2008年には、スイートピアガーデン工場が、北海道ハサップに、菓子製品の分野で、初めて認証された。商品は、各店舗のほか、新千歳空港をはじめとする、北海道内の主要空港や札幌駅などの主要、駅、成田国際空港の免税店。 アンテナショップ、北海道土産コプラザでも取り扱っている。また、物産店に出店することもある。は、ようすべての歌詞に、トカチさんの天才等が使われている。龍月は、1947年に、帯広市でアイスキャンディーの製造を中心とする店を開業したことから始まっている。1953年に会社化した。1965年に、 北海道開拓100年記念として、バウムクーヘンの味方6を発売し、ロングセラー商品となっている。2001年には、音トフ町に工場兼店舗のスイートピアガーデンが竣工し、本社機能を移転した。2006年は、帯広市内にイタリアンレストラン兼店舗のトスカチーナがオープンした。2013年は、音トフ町 IC 工業団地において、 太陽光発電所、流月、スイートピアガーデン太陽光発電所が稼働し、発電した電力を北海道電力に売電しているが、自社消費に切り替えて再生可能エネルギーによる貸し作りを目指す予定である。2015年には、北海道の未来を担う学生の人材育成のため、育英資金団体、流月財団を設立し、翌年には、北海道から、 公益財団法人の認定を受けた。店舗は、下記の独立店舗があるほか、北海道内の百貨店や、総合スーパースーパーマーケットなどにも出店している。どかち、帯広地区札幌地区釧路地区。ありがとうございます。